はい、浅川なつきです。本日は沢上投信代表の沢上敦人社長に来ていただきました。沢上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初にこう長期投資っていうファンドの、ね、こうテーマあるんですけども、やっぱその長期投資のまあ醍醐味っていうのは実はその配当の再投資じゃないかなと思うんです ね。 そうね。でそこでこう日本企業ってその世界のこう企業と比べると配当って実は結構低くて、そういった部分から考えてやっぱ海外のね企業とかの株式とかっていうのもこう入れていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね、日本の投資家が。でそういった部分でありがとう投資がファンドオブファンズで、まあ、グローバルに投資されてるんですが、はい、ちょっとありがとう投資、知ってる方結構多いと思うんですが、ちょっとご説明をいただきたいと思います。これね、また後ゆっくりやりたいんだけどね、実はありがとう投資が第1号でね、はい、それ以外に9社を自分とお手伝いしてその投資会社ができてきて、それぞれがファンドファンズやってるの、はい、その第1号がありがとう投資。うん、でそのファンドファンズでその日本の、国内だけじゃなくて世界の株式投資をしようねと、それも自分のところで運用とかリサーチ能力ないからね、うん、世界のすごいファンド の、はい、腕を買おうねと、だからファンドファンズ、ファンドを買うファンドですね、ファンドオブファンズ、そうファンドファンズね、やってるでしょ。でその時の心はやっぱりその、例えば国内で言うと日本企業を徹底にリサーチしてうちが買ってるね、だから日本の中におけるサッカーファンドみたいな、そういうはっきりと長期投資をやってる、うん、そういう長期運用をしてくポートフォリオを作ってくれてるファンドをね、はいはい、いくつか入れてこうねっていうコンセプトなんです、うん、その先に松岡さんが言われたように、その日本企業じゃない、あれ日本企業まだまだ追いつかないものを持ってる世界企業っていっぱいあるでしょ、そういう企業を丁寧に買ってるファンドを買うと。で私もそのありがとう投資のファンドオブファンズの中身とか見て、トヨタの株式ファンドっていうのがまあ23で、でこれはもう海外のジャパンファンドも結局、トヨタがまあ筆頭に来て当然で、その関連企業とかってやっぱりこのぐらい20何パーセントなんだかんだやっぱりなっちゃうんですよね、トヨタ関連とか製造業の部分で。でただちょっとこう違うかなと、グローバルファンドとしてちょっと特色があるのかなと思ったのは環境ファンドなんですね、組み入れられた、はい、でやっぱり海外の環境ファンドっていうとどうしてもこうもっと水だとかそういう海外企業の比率が圧倒的に多い、でもちろん日本企業の比率もあるんですけども、やっぱちょっとまだそんな比率は多くない。で逆に言うとこのありがとう投資のファンドファンズの環境ファンドの部分っていうのは日本企業すごく多いっていう部分なんですね。そこら辺のこうなんか違いみたいなもの、これはねすごいいいポイントで、実はその日本でその環境ファンドをやってるたくさんあるんだよね。その中で、はい、ありがとうが選んだ、我々の仲間が運用してるんだけどもね、はい、その彼の、ファンドマネージャーの考え方がすごくその通りなんで、どういうことかというとね、世界でもそうなんだけどもね、環境ファンとか SRI とかあるでしょう、はい、そういう中でよくよく見んといけないのは、その SRI っていうバンと歌うことによってファンドが売れる、営業目的的にやってるところも結構あるわけ、うちやってますよ、うん、でその SRI やってる、でも中身はそれほどじゃなくて、逆に第三者がその環境だとかでね調べてくれて、そういうところのリサーチのアウトプットを買って、それをベースに投資してるのが多いわけですよ。そうするとそういう中に、例えばこういうリサーチをする会社さんがね、いろんな企業にアンケートするわけです、はい、とこんなに厚いレポートをしっかり書く会社っていうのはすごく評価高い。ほんで忙しさ、うちみたいに忙しいでそんな書いちゃうねんわ、うちやってるよって言ったってね、何やってるの、実際しかないで薄っぺらい1万円2万円だとね、この会社坂上はダメってなるわけね。だそういう意味で暇な企業って変だけども、この評価がね結構ずれてる面があるわけ、うん、そのありがとう買ってる SRI やってるところはね、彼はそれに対してものすごく問題意識持って、うん、でここ10年以上かな、10年ぐらいかな、苦しんで海外リサーチしてて、ようやく行き着いたのは自分で一つの企業をリサーチして、自分が納得を本当に SRI かどうかとで、それでもって選べない、だから第三者使わなくなっていた。でこれはすごく大事なんですよ。でちょっとだけ後ろも言うと、うちなんかは、ね、SRI と一言も言ってないけど、見る人見たら完璧に SRI、うん、そうですね、堀場製作所とかねトップに行ってるけども、ね、環境を、で環境とかね社会責任の中にね、よく言うんだけど、ただ環境だけじゃなくてね、税金払わずにね、利益出してて、これでその社会責任を果たしても嘘ばっか言わんときと、税金払ってくれよって、浅川さん払ってんじゃんそうでしょうか、ね、だから海外のその SRI ファンドっていうのは結局その時価総額大きくて、もちろんマイクロソフトとかスターバックスとか、うん、なんかそのなんかねこう男女雇用
ちゃんと女性役員がいるとか、そういった部分の視点がすごく多いんですけど、まあ、おっしゃる通り本当税金はね、本当根源的な社会責任ってあるわけ、はい、でその辺をしっかり考えてくるとね、ちょっとねずれと一般世界的に見てる、あとはやっぱりそのこう派遣とかを、ね、切らないということですね、正規雇用をちゃんと守ってるかどうかっていうのも大きいと思うんですけどね。それもこの派遣切りの中にもね、その本当状況を見てあげないか、だから個別に丁寧にね自殺せないか、うん、本当はだからそれをきちんとやってる、だからありがとう入れてるけど、ね、実はそれあれ仲間で、ね、彼よく頑張ってるわけ、うん、で全くあの同じ考えで、その結果がやっぱその日本企業がその結構多くなるっていう感じになる、うんうん、なるほどね、彼のところまだ海外まであのリサーチまで及んでないわけでね、いずれ行くんだろうけどもね、うん、やっぱ海外もやっぱそういう視点で見るとねちょっと変わってくるの、うん、すごいって言われた会社がね、うん、意外によりも普通 SRI って誰が見ても思えない会社が実はすごいとこあるわけ、例えばね、あんまり言わない方がいいんだけどね、どういうのかな、例えば、うん、日本のまあ食品とかいろんな問題起こったでしょ、はい、で世界で大きな大きな会社がそこの工場を買いに行ったことあるのしばらく前ね、はい、でその工場問題起こった時は全然起こってない工場だったから全く問題ないし、日本の安全衛生基準というのは完全にクリアしてるわけ、はい、だから買いに行ってものすごく厳しいチェックしたわけね、はい、そしたら結局結論のようなの買わないって、なぜかというとその会社グローバルスタンドで持ってる自分のところ自己規律、自分のところの基準から見たらまだ甘い、それと自分の基準まで合わせまで上げるのには相当にこの会社工場を買ってさらにもっと投資せないか、それにお金かけるんだったら採算乗らんと、結局は買わなかったらいいから、だからグローバル企業で見えないけどもね、その自分のところの自分とかですよ、ね、世界に貸してるね自己規律あるいはあの安全基準とかいろんなスタンダードね、そこは日本企業すごい高いですね、高いけどもっとすごいのいっぱいあるんです実は、それがね、そういう企業はあんまり言わないの、うん、うちはこんなやってますよとか言わない、うん、もうそれ長い長い時間軸の中じゃね、普通そう言ったってね、あのボロが出る会社いっぱいじゃね、やっぱ本気でやってる会社っていうのはボロ出ないんだ、うん、だからグローバル化、だから日本企業も最初みたいにこれが日本企業がどんどんグローバル化していく中で配当金も含めていろんな問題出てくるようにもっともっと学ばなきゃいけないことがあるんですよ、はい、そういう中に時間の経過、時のうちなんか言うね、時の心配に耐えられるようなその経営あるいはその企業のありようとかね、すごい大事にしてるなっていうか、もちろんその日本企業に関してはあの本当にね、沢上投資とかありがとう投資のサイトを見ていくと非常に分かるんですけど、やっぱりその日本の個人投資家でじゃあ海外にも投資したいとか、やっぱ成長するところにも投資したいとか思っても、やっぱその情報ってすごい分かりにくいじゃないですか、難しいよ、うん、だからある部分こういうファンド・オブ・ファンズでまあこうまとめてもらえるっていうのは非常にありがたいかなと思うんですね。そうだね、ただこうまあ、今はね年齢がねもう60歳以上の方とかですと、そのやっぱりあんまり為替変動を取らない方がいいような気もするんですけど、まあ今例えば30代とか20代の方とかですと、やっぱりまあ日本企業だけで運用するデメリットっていうのも今度出てきちゃうような気がするんですよね、今の若い方あれ若い人だったら面白いから勉強になるからね、いろんな世界に触れるチャンスをね、うん、持つと、そのきっかけとしてね、とっつきとして ありがとうとかね、いろんなあのオラガ町みんなやってるけどね、うん、面白いかなと。じゃあちょっと次はオラガやろうか、これ面白いよ、ファンドについてお話聞かせてください。よろしくお願いします。